幸せな時の対処法。精神科医カバサーションのカバチャンネル。今日は伊豆高原安らぎの里断食道場からお届けしています。今日最終日なんで断食で 3.2 キロ痩せたカバサーが爽やかな気持ちでお届けしておりますね。今日は質問いただきました。ランクさん、34歳男性。幸せな時はどのように過ごしたらいいのでしょうか。死にたい状態から結婚して最高に幸せな生活になったのですが、仕事では給料は安く何も達成できていない状態です。毎日ダラダラ過ごし、昔のように読書もはかどりません。快適領域から出る努力が必要でしょうか。こういうのとか、あとよくあるのが、なんかすごい今幸せな状態なんです、だけどこの幸せが失われるのが不安ですっていう人もよく質問もあるんですね。幸せな時の対処法はですね、感謝するってことです。なんて今の自分は幸せなんだ、この状態に感謝しよう、そして感謝の言葉を述べるということですね。結婚して最高に幸せなんで、奥さんに、あ、いつもいろいろと家事をやってくれてありがとうとか、いつも親切にしてくれてありがとう、本当に幸せなんだ、本当にお前と一緒にいて幸せだよっていう感謝の言葉をたくさん述べてください。より幸せが強化されます。さらにオキシトシン的な愛情が強まり、より幸福感が強まり、より幸せになっていきます。この方の場合は仕事を頑張るとかね、勉強を頑張るっていうのはドーパミン的な欲求なので、別に頑張らなくていいんじゃないかと思いますよ。それはね、自己成長しなさいっていうのは、今の状況に納得できない人は頑張って自己成長していくべきなので、今の状況で私は十分です、月給20万でも幸せなので十分ですっていう人は、今の調子でやっていけばいいと思いますけども、多くの人はそうじゃないと思うので、自己成長ってよくカバサが言うんですけど、今の状態で満足なのであれば、別にそんな無理して何かを一生懸命やるとか、死ぬ気でやったり残業したりとか、やりたくもないのにそうやってやるっていうのは逆に不幸になりますので、別に現状維持でいいと思うんですけども、さっき言ったように感謝の言葉とかをしないと現状が維持されないんですね。あともう一つが、この結婚生活とかもそうだけど、何もしないと実は現状維持にならないんですよ。例えば会社とかでも、人気商品があるからって言って何も新しい事業とかをやらないでいくと現状維持だって言っても、徐々にその商品の人気が下がってきて、徐々に営業利益が下がっていきますよね。それと同じで、私たちも毎日同じことを毎日同じようにしたら、毎日同じ状態が続くってカバサはよく言うんだけど、それは間違いなんで、毎日今と同じことを今と同じようにすると徐々に下がっていきます。なぜならば、それ慣れの効果とかマンネリとか、そういうことが出てくるから。だからやっぱり自己成長とも言わずに、新しいことや、私はマイタノって最近言いますけど、楽しいプチチャレンジみたいのをしていけばいい。だから仕事とかね、一生懸命やろうという気持ちが起きないのであれば、遊びによって前向きにやっていくということによっても、ドーパミンっていうのは出ますので、ドーパミン、オキシトシン、セロトニンっていう3つの幸福物質が整う、3つの幸福という私の方に詳しく書いてありますけども、ドーパミン、オキシトシン、セロトニンの3つの幸福が整いますので、遊びによるドーパミンを補うということを幸福な人にお勧めしますね。より遊ぶ、より楽しく、よりパートナーと一緒に遊んだりしていけば、ドーパミンが出るので、より幸福になっていきます。ということで、幸せな人の対処法は、まず感謝するということですね。今の状況に感謝する、パートナーに感謝する、いろいろ仕事の人とか家族とかにも感謝するということです。そうするとオキシトシンが増えて、今の幸せが続きやすくなるということと、マイタノをやっていただきたいということでございます。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。